生徒が増えた。はい。でかい生徒、ね、生徒が、新人さん増えました。はい。今日やります。これやります。これね、あのね、不向きと面倒くさいは違いますよという話です。不向きって言ったら、まあね、ちょっとこう、向いてないってことだろ。あの、何かしようとした時に向いてないと思う。と、面倒くさいっていうのは違う。そのね、二つが似たような感じだよ。でも、あの、基本的にこっちと思っておく、みんな。基本的に人間というものを面倒くさいって思ってる。うん、やってないだろ。やろうとすることが面倒くさいから、不向きって自分で、あの、思っておくだけ。実は不向きじゃないかもしれないので、やる、まずやってみる。面倒くさがらずにやってみる。俺なんかもそうだよ。英会話すごい覚えたいんだけど、不向きとは違うって、面倒くさいけん続いてないんだけど。ね。あの、時々 YouTube で英会話のやつ見たりして、それが続かんのよね。でも不向きじゃないと思う、自分で思っとる。面倒くさいよね。ということ。だけど、面倒くさ、くさがらずに、あの、続けていけば、絶対できるよって。ほんまに不向きなことって多分ない、っていうことだね。わかる？新人さん。いうことで、何でも面倒くさがらずにやりましょう。以上。以上。おしまい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 。やべえよ。いや。